こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はエクソソーム注射についてお話ししたいと思います。エクソソーム注射っていうのは今話題の若返り治療、美肌再生医療なんですけれども、私は医者とかね、研究者の専門的な知識はないので、一般人としての体験談、自分が調べた内容、それから主治医の先生に聞いた内容をお伝えしていきます。私は8日前にエクソソーム注射を受けました。で、8日経った状態がこちらなんですね。で、今ちょっとメイクね、出かける前でメイクしちゃったんで分かりにくいかもですけど、ちょっとね、針の穴の内出血がこちら側にあります。手術の後から制限が特にない治療なので、メイクも翌日できますし、こっそりと綺麗になりたい人にとってはね、すごくいい治療やと思います。内出血のね、跡がね、その針穴程度トントントンと見えるので、メイクで隠さない人にとってはちょっとね、プツプツと見えるかもですけど、ファンデーションとか薄めの BB クリームなんかでも隠れる程度でした。8日後の私が今感じることですけど、全体的になんかプリッとしてる。うん。今47歳と8ヶ月、もうすぐ9ヶ月なんですけれども、気になってた、なんだろう、全体的にどんよりした感じ。なんかこことは言えないけど、どっか老けた感じがするっていうのを、なんか底上げしてくれたような、元からねパンってさせてくれたような効果を感じています。エクソソーム注射って何かっていうと、目も見ながら説明させてもらうんですけど、もともとあった、幹細胞の治療ですね、肌再生の幹細胞治療は治療であるんですけど、それよりさらにいいものだそうです。幹細胞の培養液の上積みらへんって言ったかな、なんかちょっと説明聞いたんですけど、やっぱりちょっと入ってこなくて、その上積みを使った治療法なんですけど、従来の幹細胞治療、再生医療よりも効果が高いものっていう風に聞いています。で、エクソソームってね、もともと人間の体にあるものみたいですね。トータルで美肌、エイジングケアができるそうです。具体的に言うと、皮膚のね、水分を調節してくれる効果、それから老化の予防と肌の再生。老化って要は肌のダメージなんですけれども、そのダメージを受けた肌を再生するのを促したりとか、抗炎効果ですね、炎症を抑える効果があるということで、敏感肌の方とかアトピーの肌の治療にも使われるそうです。それからニキビ肌の方にも効果があるということでした。ここでね、カウンセリングを受けた時に先生に、若い方も適用ですかって聞いたんですね。その若くてニキビがある方受けられますかって聞いたら、若い方はあんまり受けないって言ってました。やっぱりエイジングケア目的が大きいので、若い方にはあまりおすすめしないし、需要もないと思うっていうことでした。それから弾力効果ですね。肌が、なんて言うんだろう、もう弾くような、元気になった弾力効果。うん。もちもち。そして、コラーゲンの促進。コラーゲンを生み出す細胞に刺激を与えて、お肌に張りをもたらしてくれます。これね、やった瞬間から結構ね、皆さん感じると思うんですけど、プリッとした感覚。もう翌日とか、その次の日にはね、実感できると思う。なんか、プリッパーンって感じがね、これちょっと言葉では言えないけど、見てもらったりとかしたらわかるかな。パンってした感じがしますね。むくみのパンじゃなくって、もっと表面的なもの、シワシワってした感じがパンってなった感じがします。効果が持続するのは、いろいろね言われてるんですけど、私が説明聞いた感じだと、3ヶ月とか6ヶ月に1回打っていくのがいいんじゃないかなっていうことでした。もちろん永続的にね続くものではないので、回数を重ねることでより効果を高めてくれる、効果を持続するというものです。後からネットで見た感じだと1年ぐらい持つって書いてるクリニックもありました。なんでそういう風にバラバラに書かれてるかっていうと、一つがエクソソームって一口に言っても、その使ってる薬剤とか量、それから濃度
がそのクリニックによって全然違うそうなんですね。で、私が受けたクリニックは概要欄にまた書いておくんですけど、いつもお世話になっているところで、そこは高濃度エクソソームっていうものを採用しています。まあ、従来のものよりも 4,5 倍濃いやつ、なんかね、いいやつですって言われたんですけど、うん、なので値段もね、やっぱり差があると思うんですけど、皆さんがクリニックで選んだりとか、まあ、治療法として採用するときにね、エクソソームめっちゃ効いたよとかね、全然効かんかったわっていう口コミとか見ると思うんですけれども、一概にエクソソームって言ったらこれっていうね、たった一つのものではないっていうことです。だから私いつもね言ってるんですけど、肌それぞれ全然個人によって違うし、エクソソームのその薬剤も違うし、注入の方法ですね、施術の方法もいろいろあるんですよ。それによって効果はまちまちっていうことがあるということを知っておいてください。で、私が受けた時のことをお話しすると、行ったクリニックではいろいろな施術方法の中で水光注射の機械を使って均一に入れているということでした。他にはダーマペンの機械で入れたり、まあ、注射で入れたりとかいう方法もありますし、点滴でね体内に入れたりとか、あと知り合いの人に聞いた感じだと、なんか吸引するか風で送るか、なんかね、そういう注射で刺さないような感じで与えるっていうね方法もありました。私の行ったクリニックでは水光注射の機械で入れていきました。それがね一番均一に入るんじゃないかなっていうことで採用されてるそうです。施術の流れとしては、洗顔をして麻酔クリームを塗って、それを剥がしながらクリームを取りながらやっていくんですけれども、一番多いね質問でね、痛いですかっていうのがねあるんですけど、私ね結構痛かったです。ホームページにはほとんど痛みがないとかね、軽いっていう感じに書かれてはいたんですけど、私ね水光注射とかダーマペン系の注射の痛みがめっちゃ苦手で、うーって途中何回も言って、あ、ちょっと弱くしますねっていうことで調節してもらいました。目つぶってというか、つぶってやってるんですけど、もうギューってするから涙がねビーンって滲む感じ、それぐらい痛かったです。なぜかわからないけど、まあこっち側が結構痛くて、でこっちはねまだちょっとマシっていう感じでした。目の周りは吸引圧をかけないで、こうねやるときってなんか引っ張られるんですよ、スポッてギューンって。その機械を止めてプスプスって注射だけでやっていくんですけれども、そのね目の周りの時の方は全然痛くなかったです。だからなんかね吸引圧をかけるのが苦手なのかな、なんかね痛かった。とりあえずね無痛ではないです。人にもちろんよるけど、私はかなり苦手な痛みでした。やってる時間としてはトータルでどれぐらいかな、まず麻酔クリームを塗って効くまで30分置かないといけないので、まあ、40分とかはかかると思うんですね。でその後スポスポやっていくので、まあ、1時間ちょっとぐらいの施術になると思います。直後の様子とかもね後で最後にくっつける動画にあるのでご覧ください。家帰ってその日の晩に洗顔しちゃダメとか、お風呂入っちゃダメとか、そういうことは全くないです。制限がなくてお薬もないです。一回だけで永久に続く美肌治療ってないので、いろんな治療の中からどれをチョイスするかっていうのはね、皆さんの好みによるかとは思うんですけれども、ダウンタイムがほとんどなくて、最先端の美肌治療っていうことでね、これすっごい期待できるかなと思っています。私もね、やってから8日経つんですけれども、お肌がね、全体的に元気になったかなって思ってます。やってから3日とかね、1週間とかで効果ね、ばっちり感じられると思うんですよね。張りとツヤと潤い感がすごいです。今後ねどれぐらいね効果があるのかなとかね、まあ、自分のお肌で実感していきたいと思います。ではこの後カウンセリング施術の様子をご覧ください。再生医療のエクソソームが流行ってるじゃないけど、結構パッと広がってきてるので、幹細胞の再生医療のものを使っていくんですけど、大まかにはまあ注射とかで注入していく方法とか、はい、あと点滴とかなんですけど、はい、ここでは点滴してないんですが、はい、顔に注入するやつを、入れ方はまあそのまま注射で直に行く、はい、クリニックとか、はい、あとまあダーマペン注射にするとか、はい、あとまあ水光注射みたいな機械を使っていくのとか、はい、まあいろいろ注入の仕方はあるんですけど、はい、
ここでは水耕注射の機械でした、はい、の方がまんべんなくザーッと全体に入っていいかなと思って、でエクソソームのその薬液をこうカシャカシャカシャと水耕注射で注射していきます、結局もう肌を再生して若返らしていくという形です、はい、他に、ヒアルロン酸とかアミノ酸とか栄養分、色合わせ成分も入ってるんで、はい、潤い感も出てくるし、肌も若返っていくし、みたいな感じです、なんか特に気になるとかってはないんですけど、やっぱ全体的な衰えが伺えるっていうことで最先端だからちょっとやってみたいなと思ってるんです、やり方水耕注射と一緒なんで、クリームのぬるま水して、ガシャ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 入れていって、で張り役は1日ぐらいで、引きますね、という感じです、で1回5万円なんですけど、社会半額の2万5千円でできる、あ、昨日ホームページ見て、あ、やってるって、そうなんです、好評でいいです、それは若返りの、活性化みたいな感じだから、ある程度ピークがあってまた衰えていくみたいな感じのものですね、ちょっと肌が若返って、それがまた老化が進んでいく、どれぐらいのスパンでやる、決まりないんですけど、でも2、3ヶ月に1回とか、ちょこちょこしとくと効果的ですけど、この今の状態が全体的に若い印象になりますかね、なりそうというか、パッと見た目っていうとちょっと難しいかもしれないんですけど、化粧のりとか良くなったりね、潤い感もパッと出てきますね、何見てもエクソソームやってる、女性さんとかもこんなエクソソームありますよとかいろいろ、ホームページ見ると幹細胞のなんたらっていう説明はあるけど、なんか人から聞くとその幹細胞の次に来てるみたいな、なんか次世代のって聞いたんですけど、幹細胞の一種ではある、そうなんです、結局幹細胞の上性液なんですよね、上の、サイトカインっていう指令を出す溶液というかね、幹細胞の上澄み液というか、そこを使ってるんですけど、栄養分とかもそこにいっぱい入ってるんで、で細胞を使うようなやつが今まで PRP っていうのはあったんですけど、最後その細胞自体使ってもちょっと効果いまいちになっちゃうねみたいになってきてるんですよね、こっちを使わんとダメなんじゃないかっていうので、ここ使ったりする調整液っていうのが、それでエクソソーム、そういう栄養分を使うエクソソームっていうので、そっち側にもパッときてますね、アンチエイジングの効果、例えばその、ニキビとかニキビ跡とかちらって説明見たんですけど、若い方もする感じですか、それは若い方にも効果があるんですか、あるんですけど、あまり需要ない、需要がない、若い人そんなに言われない、そんなに勧めてもないですやっぱじゃあお肌の再生若返り、アンチエイジングっていう感じに、今ここ傷あるけどできますか、直近で、できますか、発電もできます、なるほど、すごいメジャーな想像もあったんですけど、それよりも、すごい濃度が 4、5倍あるやつがあるので、それを使ってるんで、で、効能でエクソソームを使ってるんですけど、じゃあエクソソームもいろんな種類がある、種類がそれはなんか メーカーが違ったりとか、じゃあ同じエクソソームの治療をしたよって言っても、ものによって効果が高い、期待できそうなものと、それほどでもない、名前と値段だけでは選べない、そうなんですよね、でもいいのはいい、全体的に、特にね、キャンペーンじゃないみたいな、ずっとそうなんですね、
初回はちょっとみんなに試してもらおうかな。初回は、うん、ちょうどね、なんか私がやろうって思った数日前にテレビですね、ほんまでっか TV かな、エクソソームについてやってたみたいなので、今ね、すごく話題やと思います。で、やってるクリニックも地方によっては少なそうなんですけれども、たまたまね、私がいつも行ってる美容クリニックでやってたので、今回興味を持って受けてみました。で、さらにね、初回半額やったんですね。で、これキャンペーンじゃなくて、そこのクリニックでは、とりあえずまず1回目は試してもらいたい。どんな感じかやっぱり人によってね、わからないので、初回はね、今のところ期限なしで半額にする予定って聞いたので、よかったらね、概要欄と適用欄にもクリニック情報書いておくのでチェックしてみてください。繰り返しになりますけど、エクソソームって言ってもいろいろあるので、高濃度のものがね、やっぱりいいかなと思います。私はね、やってすごい満足、やってよかった。この辺の小じわとかもね、消えたって言ったら語弊があるけど、目立たなくなってますね。うん。まあ今40代後半で、どんどん老化が進むお年頃ではあるんですけど、なるべくね、食い止めていきたい。できるなら若返りたい。時間を巻き戻したいっていう気持ちがあるので、こういった最先端の美容医療があったら、チャレンジできるものはね、トライしていきたいと思います。はい。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。私のチャンネルでは、40代の日常、美容健康ファッション、今やっている大人の歯列矯正、レジン作家としての活動などをアップしています。よかったらチャンネル登録、高評価、リクエストお待ちしています。TikTok ライブもやってるので、ぜひ遊びに来てください。バイバイ。